はい、もケーキングです。今日ですね、ファミコン北斗の拳3続きやっていきましょう。前回階段の前かな、入る前で終わったと思うんですが、その階段抜けたらここです。で、今回最終回です。最後までいきます。まあ、まずハンスね。ハンと戦います。あ、もう全力でいきましょう。250のダメージ、24のダメージ、楽勝っすね。最後は100列拳で決める。あーたた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 た、オッケー、決まったね。決まってよかったです。ケンシロウ見事だ。この国から3人の男子を海の向こうへ送り出した。そう、その3人がお前とラオウトキ、ラオウトキの兄弟だった。お前は強い、さすがラオウを倒した男、今日は倒せぬ。で、シャチのところっすね。戻ります。ケンシロウさん、重慶先生が会いたがっています。さあ急いで、じゃあ重慶のとこ行きましょう。はい、着きました。この館の中の抜け道を通ると沼があります。その沼を越えると氷の城が見えるはず。その昔、氷の記憶を封じ込めたのは海王の仕業。ある飛行さえつければその記憶は蘇るというが。いや、その飛行つくしかないっすね。重慶様は三人の羅生に北斗龍拳を伝授されたことを深く悔やんでいらっしゃる。第二の羅生、ヒョウとケンシロウ様は血を分けた兄弟である。で、こいつが重慶。北斗宗家の封印を解かねばならない。そのありかを知ってるのはヒョウのみ。で、抜け道終わってここに着きました。ケンシロウ様、お待ちしておりました。私は北斗宗家に仕える黒夜叉というものです。受精門をつかなければなりません。その飛行を伝授いたしましょう。オッケー、サンキュー。で、あとはヒョウのところ行くだけっすね。宗家の飛躍。黒夜叉という人には、はい、会ってきた。さあ、ここっすね。門番。雑魚やね。オッケー、撃破。経験値も少ない。着いたね。まあ道はね、そんな難しくなかったです。一本道でした。何も起こらない。静かっすね。一本道はね。
あ、さっきも一本道が、まあこんな感じでしたね。最後だけ分かれてる感じかな。そうやね。さっきと一緒です、これ。道。とりあえず、ちょっと回復化しときたいよね。行きましょう。で、ヒョウ。速攻つけばよかったんだかな、これ。HP 減らしてからやったかな。ちょっと行ってみます。何も起こらない。まあ、ちょっと削っとく。ちょっと削って。これなかなか強いですよね。まあ今はね結構レベル上がってるので余裕なんですが、あ、ミスやね。奥義がミスるってことは今つけってことやね、これ。ね、ですね。さやかという女をその手にかけたのもしや。どうやら別れの時が来たようだ。お前にこの飛行を授けよう。司法輪をつくがよい。この道を抜ければ海王の城が。 OK。 でここっすね。ここでつきます。試験の声が聞こえる。ケンシロウよく聞くがよい。私は北斗神拳の奏者主剣、世紀末救世主となるは北斗神拳伝承者の使命。窓に入りし北斗龍拳を封じ込めるその宿命。ここに北斗宗家の秘剣を伝授しよう。で OK かな。まあ、あとは海王と戦うだけっすね。これ確か装備だったと思います。今が、守備。423。伝承儀を捨てよ。捨てて、423したね。試験の道着。これで、453。じゃあ、海王の城までカットします。はい、着きました。いや、そこで来る？もう入ってましたけどね。前もあったよね。ギリギリで来るっていう、本当のもうギリギリ。ちょっと回復しとこう。はい、体力オーラ回復。最後の戦い。まずは準備したいですね。七星天神。そして、飛剣つきます。まあ、トキは砕き切った。あとは殴るだけ。276のダメージ。まあまあ痛いね。大したことない。攻める。
一回回復しとこうか。オッケー、カイを倒した。見事だった。地上最強の北斗神拳しかと見届けた。思えばこの海王も弱者であったか。弱者ゆえに悪に魂を染め生きてきた。もっと早くお前と出会いたかった。さらばだ剣士よ。北斗2000年の伝説が今幕を閉じる。人々の心に熱き思いを残して。シン。シンはダメージ受けてる時の顔が面白かったね。ジャギで、ユーダ、レイ、サウザー。サウザーのグラフィックいいよね。あ、でも時もかなりいいね。まあでもどれもレベル高いですよね、このグラフィックのレベルね。ファルコ、ハン、ヒョウ、で、海王でラストかな。あ、ケンシロウ来たか。はい、ということで北斗の拳3無事クリア。これで実況終わりたいと思います。じゃあちょっと最後おまけ。はい、海王の前に来てます。で、何やるかなんですが、さっき七星天神とあと宗家の秘剣使って、まあ、海王の攻撃を封じたんすよ。で、戦ったんですが、まあ、封じなかったらこんな感じだよっていうのね、やりたいと思います。でも、右上猛者はできます。これで動けない。こうなるんですよ。剣は動けない。はい、これでまた動けません。普通にその攻撃で押し切るとか厳しいんですよね。あ、今動けますね。まあここで一回回復して、で、これでまた動けないですね。動けるようになったんですが、これでまた動けないです。動けないですね。厳しいね。力押しは厳しい。
ああ、これで動けないですね。けー、ケンシロウよ、世紀末救世主の道は遠く長い。お主に今一度機会を与えよう。さあ行くがいい。ということで、今回ここまで。ご視聴ありがとうございました。